今日のニュースをお伝えします。日産自動車は新しいブランドロゴを発表しました。日産自動車は新しいブランドロゴを発表しました。デザインは今まで同様、日産の文字を中央に配置、一目で日産ブランドと認識できるデザインです。今月開催された新型車アリアの発表会で、社長の内田誠氏はロゴについて、以前よりもしなやかなロゴになったが、丸い太陽、それを貫く水平ラインは変えていない、姿勢堅実を貫くという創業以来の言葉を表していますと紹介しました。続けて、新しいロゴは未来に向けて革新を続けていく私たちの情熱の表れですと言いました。ブランドロゴの変更で、前会長らによる不正問題で傷ついたブランドイメージの回復を図る狙いです。日産自動車は新しいブランドロゴを発表しました。デザインは今まで同様、日産の文字を中央に配置、一目で日産ブランドと認識できるデザインです。今月開催された新型車アリアの発表会で、社長の内田誠氏はロゴについて、以前よりもしなやかなロゴになったが、丸い太陽、それを貫く水平ラインは変えていない、姿勢堅実を貫くという創業以来の言葉を表していますと紹介しました。続けて、新しいロゴは未来に向けて革新を続けていく私たちの情熱の表れですと言いました。ブランドロゴの変更で、前会長らによる不正問題で傷ついたブランドイメージの回復を図る狙いです。日産自動車は新しいブランドロゴを発表しました。新ブランドロゴは、新しい時代においてもイノベーションを提供し続けるという日産の決意を象徴したもので、豊かな歴史とイノベーションの伝統とともに、未来へと舵を切る日産の姿を表現したとしています。デザインはこれまで同様、日産の文字をロゴの中央に配置することで、過去の名車や同社の進化の歴史を想起させ、一目で日産ブランドと認識できるデザインに仕上げています。今月開催された新型電気自動車アリアの発表会で、社長兼 CEO の内田誠氏は、新しいロゴについて、以前よりもしなやかなロゴになったが、その一方で変わらないところもある、丸い太陽、それを貫く水平ライン、姿勢堅実を貫くという創業以来の言葉を表していますと紹介しました。内田氏は続けて、強い熱意を持ってすればできないことはない、日産の全員がこう思っています、日産はまだまだこんなものじゃないんです、新しいロゴはイノベーションの歴史を引き継ぎ、未来に向けて革新を続けていく私たちの情熱の表れですとコメントしました。大幅な販売台数減で巨額赤字に落ち込む中、ブランドロゴを約20年ぶりに刷新して、前会長らによる報酬不正問題で傷ついたブランドイメージの回復を図る狙いです。日産自動車は新しいブランドロゴを発表しました。新ブランドロゴは、新しい時代においてもイノベーションを提供し続けるという日産の決意を象徴したもので、豊かな歴史とイノベーションの伝統とともに、未来へと舵を切る日産の姿を表現したとしています。デザインはこれまで同様、日産の文字をロゴの中央に配置することで、過去の名車や同社の進化の歴史を想起させ、一目で日産ブランドと認識できるデザインに仕上げています。今月開催された新型電気自動車アリアの発表会で、
社長兼 CEO の内田誠氏は新しいロゴについて、以前よりもしなやかなロゴになったが、その一方で変わらないところもある。丸い太陽、それを貫く水平ライン、姿勢堅実を貫くという創業以来の言葉を表していますと紹介しました。内田氏は続けて、強い熱意を持ってすればできないことはない。日産の全員がこう思っています。日産はまだまだこんなものじゃないんです。新しいロゴはイノベーションの歴史を引き継ぎ、未来に向けて革新を続けていく私たちの情熱の表れですとコメントしました。大幅な販売台数減で巨額赤字に落ち込む中、ブランドロゴを約20年ぶりに刷新して、前会長らによる報酬不正問題で傷ついたブランドイメージの回復を図る狙いです。以上、ニュースをお伝えしました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。